ちゃ。こんにちは、豊さん、はい、この番組、はい、すごいファンの方と私よく最近会うことが多くて、はい、実はラジオのゲストで先日、まあ、お前のファンじゃない豊さんも、あの、そうなんです、さあ稲妻戦隊って、まあ、有名なロックバンドが、稲妻戦隊、稲妻戦隊、あ、戦隊、戦隊、稲妻戦隊ってなんか買い物行くのかな、何ですかそれ、稲妻戦隊、あ、稲妻戦隊、そうです、ザ・稲妻戦隊、やっぱロックバンドです、あ、ロックバンド、はい、の方がゲストでいらしてくださったら、ボーカル の、 あの上中丈也さんが、上中さん、上中さんがもう高木豊 YouTube チャンネル大ファンですと、おお、ありがたいね、でもあのちょっと野球をやってらっしゃったそうなんですよ、どこの出身の人、大阪です、おお、関西の人、はい、関西の方で、でもうあのこの YouTube チャンネル夜明るくとかね、もうほとんどなんですけれども、7時ね、7時夕方、そうです、夜7時なんですが、上中さんは毎朝起きてコーヒーを飲みながら見るのがもう毎朝のルーティーンになってるそうなんです、あ、そうなの、はい、おしゃれだね、コーヒー飲みながら、でこの俺甘酒だよ甘酒お前が言ってたじゃない、いや、いいんですよ、ダイエットと美肌にです、飲む点滴ですから、あ、ほら、肌ツヤが、で、なんかこのチャンネルのちょっと最近のルーティーンといえば、はい、クイズ、おお、来たか、来てます、結構評判なんですよ、面白いって皆さん、うん、なので、今回私が出題するクイズは、はい、ゴールデングラブ賞クイズ、はい、これは拍手した方がいい、そう、しましょうよそう、なんで言い終わった後に言うんですか、そうです、ゴールデングラブ賞の、はい、まあ、各いろんなクイズなんですが、はい、例えば最多受賞回数誰とか、お、最多で、まあ、連続受賞が誰とか、はい、そういったところから攻めていこうかなと思うんですけど、まず最多受賞、セトパ、わかります、豊さん、これセトパで分けて出題するの、そうです、そうです、そうです、一番多くこのゴールデングラブ賞を、ゴールデングラブっていつ、な、何年ぐらい前からできたのかな、ああ、なん、これ何年ぐらい前なんですかね、だってお前出るか出るか、長嶋さんが入団した頃ってまだないでしょ、ないですよね、その後からぐらいからだよね、うん、パリーグ、パリーグ、パリーグ、分かる人いますかね、まあもう世界の、いや、あ、世界の、はい、パリーグ、はい、パリーグ、世界の何々に、パリーグで世界のって言ったら、うん、福本さんぐらいしかいない、正解、そうでしょ、12回、はい、じゃあ豊さんはいや俺はいや、すごいことです、いや、すごくないよ俺は、うん、俺1年間の日本記録を作ったのね、うん、エラー2個って9割9分6厘守備率がすごい取れなかった、そうですよね、で俺だからもういや俺いらないとか、それっきり、それっきりもう来なくなっちゃった、これっきり、これっきり、もうですよね、これっきりになっちゃった、12回の福本さん、福本さん、はい、セリーグ、セリーグね、結構いるんですよ、1,2,3,4 選手全員10回です、うん、まあ、ヒント欲しかったらヒントって言ってください、ね、うまいのはやっぱ古田、正解です、1人目古田さん、そうです、じゃあうまいっていう代名詞だったらやっぱ宮本慎也、正解、宮本さんはショートで6回、サードで4回取ってます。やっぱすごい、うん。やっぱすごいですよ、宮本さん。さあ、あとお二方。ヒント、いや、これヒント欲しいな。ヒント欲しい。お一方はですね、豊さんのあるあの事件に絡んだお人です。あの、ベイスターズで大量に出た、あの年の。大量に出た、大量に、ね、出ることになってしまった。ああ、解雇ということで。はいはい。駒田？正解。確かにね、駒田はうまかったよ、あ、守備そうなんですね、ああファースト、まあ、宮本とか、はい、あの古田とかはもうなんか代名詞じゃない、うまいっていう守備のね、で駒田っていうのは目立ってないかもわかんないけど、はい、確かにね、駒田の守備はうまかった、あれ、ファーストですよね、あ、そうなんですね、でね、柔らかかった、取るのもそうだし、投げるのも下からも投げれたし、上からも投げれたし、あ、そう、あ、まあ確かに、ね、あ、そういう意味ではファーストでしょ、ファースト部門でしょ、はい、そうです、あ、納得するな、駒田さん、うん、そしてもう一人、山下大輔さんとか、え、ち、取った、あ、取ってないですけど、最初の頭までの漢字は一緒ですね、や、はい、山、ミスター山本浩二さん、そうです、ミスター赤ヘル山本浩二さん、10回、浩二さんに覚えてるのは、はあ、センターフライをフェンス際に取りに行って頭に当たったんだよね。
それがなんかね、うん、面白くて面白くて、いや面白くてってヘディングっていう宇野が代名詞じゃん、ですね。でも浩二さんも当ててるはずなんだ。まあ浩二さんも若い時は足速い、肩強い、うん、やっぱ上手かったんだよね。あんまりね、俺らの時は、はい、守備が上手いっていう印象はもう薄れてたんだよね、うん、あ、そうなんですね。そうそうそう、時代的に、時代的に、あ、もう本当に打ったっていう人だから。あ、そうなんですね。だから守備でもやっぱりすごかったんだね、うん、10回取ってます、はい、続いて最多連続受賞、連続しての受賞です。これもパリーグ、セリーグあります。それはもう福本さんが連続で取ってるんだよね。正解、パリーグ。それはやっぱあの人の右に出る人いなかったからね。やっぱり12回、12年連続です、うん、そうだね、はい、セリーグ、セリーグはね、10年連続です。10年連続、はい、10年連続と。古田違います。あ、古田は谷繁が出てきたりとかしてたか。でも10年連続っていうことはですよ。あ、山本浩二さん。そうです、そうです。もうセリフで10回取ってる方の中の、ね、やっぱりこれ山本浩二さんですね。やっぱ連続で取るってすごいことですよ ね、 すごいよね、途切れず。いや、すごいすごい、はい、さあどんどんいきますよ、はい、続いて最年長の受賞者。あ、最年長はもう分かりますね。内川じゃない。違います。あの最年長で取ってる方たち40歳代ですもん。え、40代で取った人いるの？いますよ、セリーグ、パリーグともに。あ、じゃあ古田。違います。古田さんは最年長じゃないんです。ということは宮本。そうです、41歳と11ヶ月ですよ。それでどれだけお前若いやつ下手だったの。ヤクルトその当時。いやいや、セリーグがサードで取ってるはずなんだよね、その時。あ、そうですね、そうですよね、うん、そういうことです。やっぱ宮本慎也さんってすごいんですよね。いや、確かにうまかった。はい、パリーグ、パリーグ最年長、最年長40歳と3ヶ月です。福本さん40歳までやった？ やってないはずなんだよ。ただ福本さんではないですね。違う、はい、あ、内川じゃん。内川内川大好きだな。いや、内川大好きだ。違います。だから内川さんは40歳いってないから。いや、ってないんだ、はい、はい、ヒント、今この方監督されてます。何かの、いや、今です、今何かの監督ですよ。映画監督とか。いや、監督っつったら映画監督も入るでしょ。いや、お前の言い方だったらその野球じゃないよっていう監督みたいに聞こえた。野球の中のか、もちろん。何ですか、映画監督って。総括した監督です。総括している監督。なんとかジャンプ、元気の時には。なんとかジャンプ、この人の文字を、名前を取って、なんとかジャンプ。ありましたよね。あ、稲葉。そうです、稲葉さんです。今ね、全日本の侍の監督されてますけれども、日本ハム時代に40歳と3ヶ月で。あ、取ったんだ。取ってるんです、最年長で。すごい、やっぱすごいです、40代で取るっていうのは。いや、足動いてたんだね。すごいことですよ。で、その逆です。今度最年少です。最年少、はい、セパ、あ、セパあります。もうパリーグは大体分かりそうじゃないですか。へえー、そんなにか。なんで、あ、源田、あ、何、今宮。違います。19歳で、まあ、セパ両方とも19歳なんですけど、パリーグ19歳という方は高卒ですよ。高卒で1年目から取れる、あ、松坂大輔。正解です。あ、松坂大輔投手です。じゃあセリーグは19歳だろ。19歳です。でもピッチャーではない。さあ、皆さん分かりますか。何年代ぐらいの選手。片岡さん世代。片岡世代、そうですよ。もうかっ、ああ、分かった、立浪だ。正解です。ああ、そう、うまかったわ。俺びっくりしたもん、そのルーキーで入ってきて。ああ、こいつはちょっと違うと思った。ああ、それは忘れてた。立浪さんです。やっぱそう、やっぱお前のヒントの出し方ってさ、うん、もうちょっと難易度上げてくんない？ないよ、簡単すぎるもん。あ、簡単すぎる、わかりました。ちょっと難易度上げましょうね。じゃあここから、じゃあ、まだあるの？全然ありますよ。次、両リーグで受賞された方たちです。セリーグ、パリーグ両方でも、この、1,2,3,4,5,6,7,8 人います。あ、分かった。はい、まず1人目。松永。松永。違います。違うな。私、最初のこの方たち3名はちょっと私、あのヒント出せない、分からないんですけど。何人ぐらい？いや、8人。いや、はい、8人。つまんない、多すぎて。何ですか、そんなの。じゃあ、1人目の中ヒントは。落合さん。
なんで落合さんこうやってやるじゃん。いやいやいや落合さん、でもこういう選手多いですよね。やっぱりちょっとどこかの球団手を挙げてください、どこかの球団手を挙げてください、そうで難易度上げてっていうから上げてみたんですけど、まあ、はい、結構ファッションも個性的でしたね。新庄、あ、でもね、新庄入ってる、新庄さん入ってるんですよ。新庄さん入ってます、正解。でもどっかの球団っていらないよね、引く手あまただから。新庄さんはそうですよ、あの阪神と日本ハムで、阪神で7回、ハムで3回取ってます。10回取ってる、ね、新庄さんすごいですよ。やっぱうまかったもんな、肩も強かったし、で、これが気になるな、どう、なんかね、取ってください、取ってくださいって、そんなやついたやいました、まあ、ちょっとそれ置いて、最初、ちょっと私分からない選手からもう挙げていっていいですか、大下さん、カープ、あ、大下さん、はい、東映フライヤーズとカープで取ってます、で池部さん、はい、ロッテオリオンズと阪神で取ってます、はい、で島谷さん、はい、中日ドラゴンズと阪急ブレーブスで取ってます、で、あ、もう平野さんは私も知ってますか、はい、平野さんが、中日と西武ライオンズで取ってます、はい、こっからもう分かりますよ。これこれはもう本当合ってる合ってる合ってない、合ってる合ってる、ほら合ってる、あと3人、はい、じゃあ投手の方でいきましょうか。投手の方、この方はね、結構いろんなパリーグもセリーグもピッチャーで渡り合います。あ、松坂、いや松坂知らないし違う、はい、松坂投手だってセリーグ来てから取ってないですもんね。取ってないな。一人目は工藤さんです。あ、工藤、そうです、ライオンズ、ダイエーホークス、ジャイアンツで取ってます。でももう一人はキャッチャーなんですよ。キャンプの動画にも出てくださいましたけど、もう釣りが大好きなんですよ。キャッチャーで釣りが大好きだといえばもうこの方しかいないです。今年から、ある役職に就きましたよ。キャンプで会ったじゃないですか。キャンプで会った、はい、城島さんです。ああ、あいつ阪神に来たね出ました、メジャーからね、あ、はい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 、帰ってきて、ダイエーとソフトバンク、まあ、と阪神ということで、さあ残り1人、これだろ、これこれが出てこんな、個性的な洋服ですよ、個性的な洋服。この方はね、近鉄にもいました、もともと近鉄なんですけどね。で、中日、ああ、分かった中村典だ正解これじゃないよ、お前こうじゃないですか。いや、どうでした、主じゃないんだないで、最後、まだあんの、まだありますよ、満票、最後です、満票受賞をです。満票はね、結構、まあ、いらっしゃるんですけど、結構年代が古いんですよ、うん、なので、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 人、いや、それは宮本とか、宮本さん入ってません、古田入ってません、だって入ったら一番新しいので92年ですもん、うん、92年以降は満票出て、じゃあ92年を当てよう、うん、当ててください。この方はね、小柄なんですよ、多分小柄だったと思うな、92年でしょ、はい、セリーグです、満票でしょ、満票です。この方もともとキャッチャーで入ってたんです、飯田哲也、ピンポン、ヤクルトの、そうです、あ、飯田哲也さんです、92年、はい、続いて90年遡りましょう。90年、おい、やんのか、まだやりましょうよ、だって満票全10人、90年、はい、セーパーどっち、パです、パです、パリーグ90年代の、1990年のパリーグ、イチロー、ブー、もっと古いですよ、あ、じゃあ、うん、秋山浩二、正解です、秋山浩二さんが取ってます。いや、どっちか迷ったんだけど、ね、何ですか。で、あとはもう言っていっちゃいましょうか、はい、79年梨田さん、おで76年から79年福本さん、おで74年は有藤さん、で72年大橋さん、これパリー、大橋さんというショートもうまかったんだ、阪急で、へえ、で、セリーグの方は、まあ、飯田選手言いましたけれども、飯田選手言いましたけれども、75年から79年の山本浩二さん、はい、で74年王貞治さん、72年高田茂さん、そして72年堀内さんという、ちなみに、あ、今入ってきたんですが、イチロー選手は日米で17回、え、満票じゃなくてですよね、あのゴールデングラブということですよね、あ、もうイチロー選手はちょっともう殿堂入りというか、別格でいい、別格ですけれどもね、ということで、なるほどね、結構なんか意外にこう知ってるようで分かってなかったり、分かってないな、ね、あ、この選手が入ってたんだとか、満票さ、ただ満票はやっぱり92年から出てないっていうことはね、え、なんかここら辺で満票もそろそろなんか出てもいいのが難しいですか。いや難しいよ、やっぱり記者投票だから、
そうかそうか、たまになんか人の感情が動くことだからいましたもんね、去年もなんでこの選手に1票入ってるんだって、そうだよ、バティスタが入ってたそうそうそう、ふざけんなよみたいななりましたもんね、もう剥奪だよね、そういうその方からはね投票権はい、ということで今回は、ゴールデングラブ賞、はい、日テレのクイズでした。